電光掲示板。電光掲示板は、発光ダイオードや液晶、電球などを用いて、情報を発信するための掲示板。発光体を格子状、マトリクス状に配置し、その明滅により、文字や絵を表現するものが主流であるが、商業用の廉価なものの中には、一部の発光体を、省き、あらかじめ決められた文字のみを、表示可能なものもある。 発光体に電球を使用したものであり、電光掲示板としては最も古いものである。電球を格子状、マトリックス状に配置した大型のものが、文字ニュースや天気予報、時刻の表示用として、ビルの外壁などに取り付けられているほか、屋内用途としては、ガラスやプラスチック板に文を書いておき、後ろから電球の光を透過させることで表示を行う、いわゆるアンドン型のものが、 病院の院内薬局の待合室などで多用されていた。気度が高く大型であることから屋外での利用に向いている。電球の寿命による抜け、暗転が生じやすいため、定期的なメンテナンスが必要であるほか、消費電力が大きい、多色化が難しいなどの問題を持つ。このため主に使われたものとしては黒字に、白、ないしは黄色の単色電球が使われていた。 代表的なものには、高楽園球場や、大阪丸ビル、屋上の電光ニュース版などである。屋内で使用されていたものは1990年頃から、LED による、セブンセグメントディスプレイ、8の字などにほぼ取って変わられ、屋外で使用されていたものも、制御基盤の故障などを機に、LED 方式に変わられつつある。また、モノクロの大型映像装置としても使われていたが、 こちらは早期に単色ブラウン管によるカラーのものに変えられている。発光体に赤、青、緑の単色ブラウン管を使い、RGB によってフルカラーを実現したものである。主に大型映像表示装置として使われているが、文字表示に用途を絞っているもの、2010年までの坂、甲子園球場のスコアボード左側などもある。通常は大型のものに使われている。 スポーツ施設、特に野球場、高楽園球場や西宮球場、阪神甲子園球場など、中央競馬場などでは、前期連休方式と単色ブラウン管を並列化、一体化して使用していたことがあった。発光体に LED を使用したものである。当初は発光色は赤、黄緑、両者を点灯することで、表現できる、代々の三色のものが主流で、一部に、 黄色、ピンクなどが表示可能なものが存在する程度であったが、高輝度の青色 LED、純緑色 LED の実用化によって、あらゆる色が表示可能なフルカラー LED を採用したものが近年普及し始めている。駅の行き先表示や窓口での呼び出し番号表示など、屋内で多く使用されているほか、LED の高輝度化に伴い屋外での利用も増えている。 また大型映像装置においては、コスト面や軌道において、大方式を圧倒しており、現在の主流となっている。文字情報だけでなく、フルカラータイプのものであれば動画、試合実況映像、アニメーシーン他なども映し出すことができるようになっている。特に、プロ野球の試合がない、あるいは年数試合しか開催しない、地方球場では、出場選手の表示箇所を簡易フリーボードにするものもある。 一方で設置後10年程度を経過すると急激な輝度の低下が見られるという問題がある。磁気反転板は自力では発光しないために厳密には電光式ではないが、それに類似したもので磁力を使ってパネルを反転させ文字情報やスコアなどを掲示するシステムである。特徴としては蒸気の3方式に比べて電力消費の節約できることや、 日中でも光の反射などがなく、遠くからでも文字が認識しやすい。多くは、黒とレモンイエロー、蛍光黄色、または、黒と白の2色を使うことが多い。ただし、ブラウン看板や LED 板と比べると、選手名の表記時数の制限などがあるほか、黒と白である場合は、ナイター実施時には認識しにくい場合もあり、この場合は、蛍光灯で明るさを補正する場合もある。 また四色磁期反転版のものもある。これは赤、白、青、緑の四色をサイコロ状にしたもので、編集用パソコンで入力した画像データをハードディスクに収録し、それを送信用パソコンで電気的な信号に置き換えて掲示板に表示するが、ドット数が少ないと選手名表記などは、カタカナで小さい文字しか入力できない場合、また、選手の写真や、 クラブマスコットの表示など画像が荒い場合がある。しかし、この四色磁気反転のものは2010年代前後から交換部品の製造が中止されており、修理の際の部品調達が困難であることなどから、その躯体を生かし、LED 版、ないしは黒とレモンイエローの二色表示の磁気反転、またはそれに LED の電球を組み合わせたものに転換するケースも さらに施設スペースの都合上大型掲示板が設置できない競技場のために簡易移動型のものも存在する。これは特典掲示の部分を電球式と同じ素粒子、内種はセブンセグメントにしたものが使われている。液晶、プラズマディスプレイ、ブラウン管などのモニターを転用した小型電光掲示板は電球や LED を用いたものよりも多くの情報を 表示することが可能であるため、列車の空席状況案内や取扱い商品の広告などに利用されている。2005年以降に実用化する予定の有機、エレクトロルミネッセンス、UKL もその一つ。表示媒体が平面ディスプレイタイプの電光掲示板は、単に文字情報だけではなく、画像情報や動画等も表示可能なため、専用のソフトウェアを使うことで、 非常に表現力豊かな画面を構成することができる。都心部の駅や空港には案内のための電光掲示板が多く設置されている。駅では基本的にその列車の種別、発車時刻、行き先、発車番線、備考欄などがある。また、道路にも主に交通情報等を知らせるために設置されている。日本の陸上競技場で 初めて電光掲示スコアボードを採用したのは国立霞ヶ丘陸上競技場である。また日本のプロ野球使用球場で初めて電光掲示スコアボードを採用したのは東京ドームの前身に至る高楽園球場である。詳しくは高楽園球場東京ドームの項目を参照。また大相撲でも年6場所制の定着した昭和30年代後半頃から その日の取り組みと勝敗を表示する電光掲示板を本場所の開催施設内に設置している。その他、競馬場などの公営競技場では、超大型の映像装置が設置される例が多い。世界最大の映像装置は、墨の絵協定場、シャティン競馬場、東京競馬場、川崎競馬場の川崎ドリームビジョンの順に更新し、2010年1月、現在は、 アラブ首長国連邦、名団競馬場の表示装置が記録を保持している。従来は、映像装置と、文字表示は別とし、文字表示は、文字部分のみ、発光体とするケースでが多かった。LED の改良で、コストが下がったこともあり、全面を映像装置とし、文字も、映像とする方式が増えつつある。また従来型の電球式。 内紙は手書きパネル式の掲示板の老朽化により、スコアボードの回収がなされる際、情景の LED 方式のほか、完全電光表示よりも低コストで設置することが可能な気単型のものを取り入れる場合もある。気反転型のスコアボードを使用した主な競技場には、読売ジャイアンツ球場など多くの野球場では二色反転、多くは白と黒、内紙は レモンイエローと黒のものが使われており、名古屋球場、ボッチャン、スタジアム、シ田醤油スタジアム群馬、日発三沢球技場、IAI スタジアム、日本平、丸亀競技場などは四色飯店が使われていた。日本各地にあるパチンコ店などの遊戯施設の広告看板に使用されることが多い。パチンコ店はパチンコ台やスロット台など頻繁に台の入れ替えがあり、 その情報をユーザーに告知したり、特定の日に行われるお店のイベントを告知するのに利用される。遊戯施設の広告看板は、蒸気のような頻繁に更新する映像を必要とするため、サービスを行うことができる業者が限られ、電気メーカーや LED メーカーのものよりも映像制作、配信をサービスメニューとして持っているところに集中する傾向が、 外国語あるいは伝統芸能を演じる劇場においてセリフを翻訳して伝える電光掲示装置があり、字幕表示装置、字幕機などと呼ばれている。鉄道関連、大型映像装置、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。